を引き出すリッキー・スティンボーとジェイ・ヤングラット、ほぼ 100% のファンが優勝の折り紙をつけましたチームであります。世界最強タッグ決定リーグ戦、初の全勝優勝も不可能ではありません。過去このチームが日本のファンの前に姿を現したのは3度、今回さらにグレードアップして破壊力とド迫力を見せつけます。キングコングドラフト、ウエスタンラリアット、恐怖のミラクル野獣パワー、ここに登場です。公式戦4選手がリングの中に登場してまいりました。これより両チームの紹介です。果たしてどこまで上位に食い込めることができるか。まずジェイ・ヤングブラッド、スピードナンバーワン、難解の黒ひょうアイドルです、リッキー・スティンボート。優勝候補の筆頭チーム、 NWA 認定インターナショナルヘビー級チャンピオン、ご存知ブルーザ・ブローディ、恐怖の首折りです。スタン・ハンセン、公式戦45分の一本勝負で争われますが、試合の前に両チームに今花束が贈られて、お嬢さん方がリングの下に戻ったところであります。いよいよ山田さん、大本命が登場してまいりました。山田さん、私ね、この会場に来まして、今日は超満員のお客様ですけれども、ほぼ20人の会場のファンにちょっと意見を聞いたんですけれども、そのうち18人のお客様がブロディ・ハンセンの優勝を予想しました。あとの2人がザ・パンクスでした。なるほど、いかがですか。非常にね、この2人がリングの上上がると、はい、この胸が苦しくなるような圧迫感といいましょうか、そういうものを感じますね。そうですね。さあ、公式戦ゴングが鳴った。まずリッキー・スティンボーと登場、ブルーザー・ブロディの胸を借ります。そしてブルーザー・ブロディが登場してまいります。髪の毛を振り乱しております。まさに絶好調で来日、ブルーザー・ブロディ。ブルーザー・ブロディが今朝来日したんですね。そうなんです。ちょっと試合の関係でですね、はい、来日が遅れまして、今朝来日しましたけれども、はい、非常に体調は良さそうですね。肌の色もうこうピカピカと光ってますね。はい、一方の今エプロンによりますが、スタン・ハンセンの方は公式戦をお前にいたしまして、2日前に密かに日本にやってきたそうですね。はい、非常にこれまたね、用意周到といいましょうか、このチームの優勝にかける意気込みというものは、はい、大変なものがありますね。そしてまず来日して関係者に話を聞いたところによりますと、このスタン・ハンセン、まずジムナジアムはどこかというふうに聞いたそうですね。はい、もうまずトレーニングですかね。そうですね。さあ、そのスタン・ハンセンが猛烈に突進してまいりました。サウスポースタイルから繰り出しておりますスタン・ハンセンの猛攻、まずはあらかじめスリーパーに取りましたが、うまくリッキー・スティンボートが体をかわして、今度はジェイ・ヤングブラッドにどうやら合わせるようです。2人のコンビネーションにもご期待をいただきたいと思います。本当にこの両者の体格を比べますと、大人と子供というような感じがしますが、この凄まじい抱え投げ、3メートルぐらい吹っ飛ばされました。そして、ショルダータックル、いや、エルボーを打ちます。ブルーザー・ブローディー、まさにこのジェイ・ヤングブラッドが飛んでいきます。ドロップキック、ドロップキック。キングコングがここで空を飛んでまいりました。ブルーザー・ブロディ絶好調の動き、そしてシュミット式のバックブリーカー、まさに相手チームを翻弄しています。子供扱いですね、山田さん。そうですね、やはりね、体格の違い、全てが違うという感じですね。どうでしょう、この勢いからいきますと、山田さん、フル得点12点完全優勝も夢ではないんじゃないでしょうか。しかしね、タッグチームマッチというのはなかなか難しいですからね。数えてこの世界最強タッグ決定リーグ戦は今年6回目ですけれども、もし完全優勝、フル得点優勝ということになりますと、まさにこの歴史を塗り替えますね。はい、史上初ですね。史上初ということになりますね。はい、さあ、スタン・ハンセンが登場してまいりました。思えば去年のこの大会です。このブルーザー・ブロディはジミー・スヌーカーとチームを組んで優勝したんでありますが、その事実上の決勝戦対ファンクス戦にこのスタン・ハンセンが乱入、場外ウエスタンラリアットでテリー・ファンクをノックアウト、衝撃的な幕切れでした。以来この世界のプロレス界のに革命を起こすと言われておりますこの2人、早くも1年が経過してまいりました。まさにこのハンセン・ブロディ、山さん、期待通りの革命児活躍ですね。そうですね、やはりもう今世界広しといえども、この2人のチームという名前を聞けば大抵のチームが本当に震え上がってしまいますね。そうですね。しかしリッキー・スティンボーとジェイ・ヤングブラッドもよく頑張っています。見てください、このキングコングキック、いや
まさに、もう本当に言いようがないほどすごいですね、はい、あのジャイアントババルサイ顔面を打たれた時に一発で鼻血を出してしまいましたからね。そうなんです。凄まじいキングコングキックが当たりました。そして場外です。リッキー・スティンポートも必死で頑張ります。ジェイ・ヤングブラッドもフォローに出てまいりましたが、いかんせん体重体格ウェイトの差がありありと違います。しかし一生懸命頑張ります。リッキー・スティンポート南海のプレー表、あのミッドアトランティックのタッグ王者として長い間君臨しておりました。このリッキー・スティンポートとジェイ・ヤングブラッド、2人の呼吸はぴったりなんですが、果たしてどこまで食い込めるでしょうか。山田さんいかがですか。そうですね、非常によく頑張っておりますがね、いかんせんね、今のところねちょっと分が悪いですね。本当ですね。再びリングの中です。リッキー・スティンポートが突きを見せます。相手はスタンハンセン、うまくスタンハンセンをロープに飛ばしてカウンターの貫通殺法。しかし今度はストンピング、足を取って足をかけた。リッキー・スティンポート攻撃が始まった。さあ5本の指をつきます。5本の指をつきます。そしてブルーザーブロディにも打つ。躍動するリッキー・ステンボート、いい攻撃を担います。そしてし、ね、ジェイ・ヤングブラッドとのつなぎを見せました。2人スープラトンの攻撃、あっとジェイ・ヤングブラッドがドロップキック。しかしスタンハンセンが起こった。なんだなんだ、ドロップキック、すごいすごい、スタンハンセンのドロップキック豪快。そしてブレンバスター、空中1回転、ジェイ・ヤングブラッド後頭部を打っている。そこへエルボーバット容赦なく叩きつける。さあトップロープにはキングコングが上がっている。2人のつなぎ何を見せるんだろうか。思い切って両方のダブルチャップを落としてまいりました。ブルーザーブローディキングコングチャップ炸裂、ジェイ・ヤングブラッドの顔面真っ赤。そして胴の周りに容赦なく叩きつけます。そして片手や右の肩に乗せました。ワンハンドのジェスチャーですけれども、今度は逆さずり、コーナーマットに逆さずり、一方的な勝負になってまいりました。リッキー・ジェイの若いニューウェーブの2人のチーム、もう山田さん精一杯やってるんですけれども、どうしようもないですね。はい、ものすごく大きな壁にですね、立ち向かってるような感じですね。そうですね。さあ今度はスタンハンセンのベアハッグ、まるで大木にセミが止まってるような感じですね。はい、しかしね、先ほどのあのリッキー・ステンボートのスタンハンセンに対する反撃ぶり、これなんかなかなかね堂々としてましたね。はあね、まあ、見せるところは見せております。リッキー・スティンボーとジェイ・ヤングブラッド、どうしても大物を食いたいというふうに昨日の記者会見言っておりました。リッキー・スティンボーとジェイ・ヤングブラッド組、しかしルーザーブロディ・スタンハンセンの超ミラクル野獣コンビ、ものすごい攻撃。今度はルーザーブロディのベアハッグ、これはかつての来日の時にはあまり数々出してない技なんですけれども、そうですね、しかし体格的に見て、絶対にこの技はできるはずですね。そうですね、しかも威力があると思いますよ、そうですね。それにしてもハンセンのね、このカムバックぶりというか、一発大きなあの技を食ってもですね、立ちどころに反撃に移る、このパワーというのはもう今までになかったほどすごいですね。そうですね。さあブルーザーブロディがベアハグでジェイ・ヤングブラッド組を、もうジェイ・ヤングブラッドをもう散々翻弄しておりますが、そして今山さんのお話、グレードアップしたこのスタンハンセンが再び登場してまいりました。今年のあの9月の11日さあウエスタンラリアットの体勢ですが、いきません、ショルダースルーに取りました。9月の11日テリー・ファンクとプロレスに残る死の激闘を展開。その後帰りました、このアメリカに帰りましたスタン・ハンセン。その後リック・フレアの NWA 世界ヘビー級の王座に挑戦したんですね。そうですね、そうですね、はい、今度はブルーザー・ブローディ助走をつけてものすごい死のレッグドロップを見舞いました。キングコングドロップ、ジェイ・ヤングブラッド顔面蒼白。しかし返します、返します、根性を見せます。ジェイ・ヤングブラッド赤い血が踊ります。もう一回ブローディがあっといった、いきました。さあインディアンの血が燃えます。インディアンの血を燃やして思い切って巨体ブルーザーブローディに完全と挑みます。そしてコンビネーションプレー、リッキー・スティンボートの親指突きが待っておりました。スープラトンの攻撃に出ます。リッキー・スティンボートジェイ・ヤングブラッド、リッキーが打つ、リッキーが打ちます。強烈にチョップをかませました。ブルーザーブローディもやや動きが止まりました。今度は溝打つあたりを一撃、スタンハンセンにつなぎます。やりますね、なかなかね、あのやはりね、はい、体の小ささを動きでカバーしてますね。ものすごいいい動きです、シャープな動き。リッキー・ステンボーとやる気満々、スタンハンセンを追い詰めた、スタンハンセンを追い詰めた。しかしスタンハンセンの攻撃なんだ、あっとジャンピングニーパット、顎のセンターにフィット、右側から入りました。右足の膝が顎のセンターを捉えましたね。
確実に上がっています。あらゆる技を出してきますね。本当ですね。まさにいろんな技を試運転しているような感じであります。さあ、後楽園ホール、リッキーコールに変わりました。スタンハンセンのコールではありません。さあ、なんといっても公式第1戦であります。得点2点を争います。公式戦、その前の試合でババチームが2得点試合をやっておりますので、果たして公式戦で初めて得点を取るのはこのブルーザーブロディスタンハンセンチームか、それともリッキー J チームか。今のところお寄せ寄せムードの、ブロディハンセンチームであります。さあ、リッキーがもう本当に血気盛んに7メートル四方のリング狭しと暴れまくるんでありますが、どうしてもブルーザーブロディに捕まってしまいます。さあ、相手の動きをよく見た。反撃に出る。リッキーが反撃に出る。渾身の力を込めてチョップに行きます。ややブロディの胸のあたり赤くなってまいりました。ね、聞いてることは聞いてますね。はい、あのバックハンドのチョップがね、はい、なかなか果敢に打ち込まれてますね。いや、しかしキングコングの今のこのストマックに打つキックで一発で倒れてしまいますね。ですからね、5発対1発というところでしょうかね。まさにそのそうですね、破壊力パワーの差というのは5対1という比較がぴったりかもしれません。さあ、股の間をくぐり抜けてリッキーからジェイ・ヤングブロッド、ジェイの動き回る一発、フライングエルボー、フライングチョップ、ドラッグキックを倒した。スタンハンセンを倒した。場内大歓声、動き回るインディアンの血が踊ります。ジェイ・ヤングブラッド、さあ、いったいったいった、リングしました。暴れまくる。髪の毛を掴んでドラッグキック、溝打ちに当たった。前線検討、ジェイ・ヤングブラッド前線検討。非常にいい試合です。スタンハンセンもタジタジですね。そうですね、非常にあの攻撃が早いのでね、さあ、ジェイ・ヤングブラッドと、今度はジェイ・ヤングブラッドからリッキーにつながれました。リッキーコール一色ですね。そうですね、まあ、日本人の血、ね、を半分引いておりますので、リッキーの人気はものすごいものがあります。どうぞ山田さん。そうですね、やはりあの今おっしゃったね、日本人の血ということがね、やっぱり不安をね、まあ、あの心を呼び覚まされるかもしれませんね。そうですね、そして体が小さいチームがこれだけ優勝候補の筆頭を痛めつけているので、これはもう分かりますね。はい、はい、お客さんの気持ちが分かります。さあ、ツープラトンの攻撃、ブルーザーブロディをも倒しました。あと、あるいは予想外の得点争いが見られるかもしれない。そのままボディープレス、しかし今膝ですか。はい、膝を出しましたね。同様に膝を出しまして、はい、ジェイ・ヤングブラッドの喉の先端でしょうか。ちょうどね、喉のあたりが命中ですね。はい、当たってますね。あっという間にジェイ・ヤングブラッドが倒れてしまいました。リッキーが突撃、そしてウエスタンダリアット、左腕が炸裂、ウエスタンダリアットが炸裂、そのまま追いかぶさってダメだ。ジェイ・ヤングブラッド勝てません。一瞬の隙を突かれました。スタンハンセンが取りました。公式第1戦得点2点をもぎ取りました。ブルーザーブロディスタンハンセン、さあ、やはり最後のとどめはウエスタンダリアットでした。いや、あれだけは気をつけてたようですけれども、はい、ちょうどね、朦朧と起き上がったところを瞬間的にやられましたね。本当ですね。勝負は10分41秒、最後は耐え固め、ブルーザーブロディスタンハンセン堂々の勝利であります。まず幸先良い2点を取りました。しかしリッキー